スターリング大学は、イギリス、スコットランド、スターリング日本部を1 9 6 7年創立の国立大学。スコットランドにおいて、古代の大学設立以降初めて、約400年ぶりに設立された総合大学で、教育、研究活動への高い評価とともに、卒業生の就職率が高いことでも知られる。 英国高等教育統計局が2016年に発表したデータでは全英3位であった。グラスゴーとエディンバラのほぼ中間地点に位置し世界で最も美しいとも言われるキャンパスにはイギリス国内のみならず120を超える国からの学生が在籍し2016年の在籍学生数は約1万2千人となっている。スターリング大学のメインキャンパス内にあるアースレイコの 風景メインキャンパスは、スターリングの中心部から約 3.5km の地点にある。キャンパスの土地は、もともとは18世紀に活躍したスコットランド出身の建築家、ロバート・アダムによって設計されたアースレー場を有する広大な実書であった。このアースレー場は、現在も大学によって保存されると同時に、教室や事務室として利用されている。 このキャンパスを形容する決まり文句としてよく登場するのは世界で最も美しいキャンパスである。約1.2平方キロメートルのキャンパスは町の東部に連なる落ちる丘陵のふもとに位置しており、人造湖であるアースレイコを取り囲むように諸施設が設置されている。湖ではボートや釣りを楽しむことができるほか、一部は水生生物や養殖学の研究に利用されている。 大学はわずか160人の学生とともに1967年に設立されたが2006年には約9000人の学生を要するようになった。学生のおよそ3分の1はキャンパス内の大学寮に居住している。スターリングのキャンパスには小さい映画館を備えたマクロバートアートセンターがある。この娯楽施設は学生たちだけでなく 広く一般に開放されている。室内温水プールをはじめとしたスポーツ関連施設も豊富であり、スコットランドのスポーツ研究所もキャンパス内に設置されている。室内温水プールやスポーツジムも学生以外の一般の人も利用することができる。スターリングにおけるメインキャンパスの他に看護及び参加学に特化したキャンパスをハイランド地方の都市インバネスとヘブリディーズ諸島に 所有している。ハイランドのキャンパスは、インバネス郊外のレグモアホスピタルの敷地内に位置しており、教室と学生寮を備えている。同キャンパス内に設置されているハイランド健康科学図書館は、イギリスの健康保険組合、NHS 及びその関連団体で働いている、人たちのみならず、大学の学生と教職員たちにも利用されている。ウェスタン・アイルキャンパスは、 ヘブリディーズ諸島の中心都市島の上にあり、その教育施設は近年新設された、ルイスホスピタルの一部として統合されている。小規模なキャンパスだが、ルイスホスピタルの周囲に、学生寮をも備えている。2016年12月現在、スターリング大学は、下記の5つの学部に加え、大学院を要している。ファカルティオブソーシャルサイエンシズ、ファカルティオブアーツヒューマニティーズ、 スターリングマネージメントスクール、ファカルティオブナチュラルサイエンシズ、ファカルティオブヘルスサイエンシズスポーツ設立当初から、スターリング大学は学位の認定について、学生が柔軟に講義を選択できる単位制を採用してきた。また同様に、イギリスの大学の中で最も早く3学期制では、なくに学期制を導入したことでも知られている。 夕方から夜半にかけての遅い時間帯の講義や、夏季休暇中の集中講義も開講されている。現在、250を超えるコースが、学部に設置されている。スターリング大学は、教育面において、常に高く評価されてきた。人文社会科学においては、実践的なビジネス領域を得意とする経済、経営学、主にメディアやスポーツを対象とする社会学のほか、宗教学、 心理学、英語学といった分野が有名である。また、自然科学分野においては、農学、獣医学、健康、スポーツ科学、環境科学も高い評価を得ており、近年、生物及び環境科学学部が教育、研究の両面において再整備された。スターリング大学は、以下の専門領域についての研究所を有している。2001年に公表された、 研究評価において、大学で研究に従事している半数以上の研究者たちがランク5と評価されたことにより、スターリング大学は評価を大きく押し上げた。リサーチアセスメントエクササイズとは、イギリス政府が研究機関に対して数年に一度行う研究成果の公的な調査で、この調査は、1986年、1989年、1992年、 1996年、2001年、2008年の6回公表され、その後の調査は2014年公表のリサーチエクセレンスフレームワークに引き継がれた。2001年の数値は、この大学の研究が少なくともイギリス国内において有数の能力を有していると考えられていると、同時に国際レベルにおいても高い競争力を持っていると査定されたことを示している。 ランク5の評価を受けた研究領域は、会計、金融学及び法学、養殖学、映画研究及びメディア研究、英語学、フランス語学、歴史学、心理学、哲学、社会福祉学、宗教学である。また、その他に高い評価を得ている領域は、生物科学、経営学、経済学、教育学、ドイツ語学、スポーツ研究である。 上記の2001年の研究評価を受けて、スターリング大学の初研究に対する財政的支援額は、スコットランドにおいて1992年以前に設置されたあらゆる大学を上回った。外部からの資金援助を受けた研究について、この大学は非常に優れた成果を残してきている。研究費用の助成元は、様々な研究評議会、中央及び地方の行政府、 EU、および、事前事業団体である。基礎的分野から応用的な分野まで、その精力的な研究活動は、経済、社会、文化の面で、スコットランドという枠を超えて貢献している。大学は広大なスポーツ施設を有している。その充実度においては、2003年の、イギリスサンデータイムズ氏が5つ星の評価を与えた16の大学のうちの1つである。 その他のいくつかのスポーツ施設についても、大学の校内もしくは周囲に位置している。校内にあるガナキースポーツセンターは、卓越したテニス施設として有名である。その他にも、室内温水プール、バドミントン及びスカッシュのコート、体育館やグラウンドが、学生のみならず、一般に開放されている。キャンパス内にゴルフコースまであることが、しばしば驚きの種となっている。 また、スコットランドのスポーツ研究所の本部が、キャンパス内に設置されたほか、新たに50メートルの室内温水プールも、国立水泳アカデミーの施設として設置されている。スターリング大学の学生によって組織され、実地を目的とした、学生団体は、ユニバーシティ・オブ・スターリング・スチューデンツ・ユニオンと呼ばれている。2003年にバー、エンターテイメントダンス・アソシエーションは、 同団体をスコットランドにおける最も優れた学生団体と評価した。学生に対して様々なサービスを提供することを主な目的としている同団体は大学校内においてスターバックスコーヒーを提供するアンダーグラウンドやスタジオといった飲食、娯楽施設のほか文房具や大学のノベルティグッズを販売する SUSA ショップといった店舗を経営するとともに 70以上のクラブを取りまとめている。また、スターリング大学は学生によって運営されるメディアサービスを有している。大学新聞、ブリックは1969年から発行されている。エアー3350はスコットランド発の大学ラジオ局であり、現在も放送を続けている。LTV は学生向けのテレビ局で映画や 自極性のコンテンツを制作、編集して放送している。芸術政治スポーツ、その他、QS ワールドユニバーシティランキングス2015 2017,、ザ・コンプリートユニバーシティガイド2017、ストラテジックプラン2016から2021。ありがとうございます。